さてさて、監査団としてはこの基地で起こっていることを説明してもらいたいのですが。何も、あるいはありふれたことしか起こっていないと申し上げるべきかな。監査官ならば見慣れた風景だろう。サウル、お前どうして真面目に答えないんだ。この基地はとても興味深いことをしていると思う。だけど君はこの基地とは不釣り合いに見えるよ。興味深い薄汚い辺境基地に過ぎんさ。風紀も乱れ、ゴロツキや蛮族まで紛れ込む。本当に薄汚いところだ。戦争するくらいしか能のない地獄に一番近い場所だ。そうじゃない。君は蛮族たちと戦いたかったわけじゃないだろ。一緒に生きる道を探してたんじゃないのか。なぜそれを。今まで帝国の監査官は何人も来たが、まるでゴミ捨て場を見るような目でこの基地を見ていたものだ。お前たち本業は何だ。とても役人とは思えん。我らは森の学び屋の眺めを組む学者の集団でしてね。森の学び屋だと。東方にあった帝国の最高学府か。神聖帝国になって閉鎖されたと聞いたが。ええ、そこの残党みたいなものですよ。イスパニアで細々と生きながらえていたのですが、そこも最近の反乱で追われましてね。まあ柄にもなく、このような監査仕事で食いつないでいるというわけでして。そこの生意気なガキもかい。ええ、彼は私の弟子の中では一番出来のいいものでして。早熟ゆえの無礼はどうか多めに見てやってください。なるほど。今度の監査団は学者先生とその弟子の集まりというわけか。ならばいつもの連中と違うのもわかる。おいおい、あんなこと言っていいのかよ。何がだ。俺たちはヒスパニアのど田舎の潰れかかったハイエイン出身だろ。せいぜい吹かしても職業訓練学校上がりだぜ。帝国の最高学府上がりとかホーラーを吹きすぎだろ。うるさい、黙っておれ。別に何も間違っておらんわ。くだくだ騒ぐな。どうだサウル、我らに恐れ入って少しは腹を割る気になったか。あんたなんだか楽しそうだな。生きてるだけで楽しいって面してやがる。当たり前だ。この地上で生きていけることが幸せで、毎日喜びをかみしめておるわ。お前はそうではないのか。昔はそう思えたこともあったが、最近はそうじゃないな。いろいろきつくて。サウル、お前。ならば無理してでも笑ってみろ。さっきからアルティオが心配そうに見ている。男ならば痩せ我慢してでも笑うところではないか。手厳しいな。ああいいさ、学者だかなんだか知らんが、全部話してやるよ。現実ってものを教えてやるさ。知った上で笑ってられるのかってな。現実ですか。分かってると思うが、さっきお前たちが揉めてた商人たちはろくな連中じゃない。小麦商を装っているが、実のところ奴隷商人だ。物の値段をガンガン上げ、奴隷以外じゃ取引に応じないと突っぱね、蛮族に人身売買を持ちかけるのがやり口さ。知ってたのか。だったらどうして放っておくんだ。確かに国境地帯における無許可の奴隷売買は厳しく禁止されている。蛮族を無理やりさらって売り飛ばしたりしたら大騒ぎだ。そうなれば小競り合いから戦争まではあっという間だからな。
分かってるなら今すぐ奴らを追い払え。言っただろう、無許可の奴隷売買は禁止されてるって。あれは許可されてる奴隷売買だ。帝国から彼らに便宜を図るよう命令が出ている。なんだと？神聖帝国は大量の奴隷を欲しているらしい。帝国のさらなる強化に必要なのだと聞いている。おそらくはゴルメス生産のためですか。ゴルメスを作るには大量の人体が必要となるからな。でも所詮は憶測に過ぎない。奴隷商人がそんなことを言うはずもないしな。もし本当にそうだとしたらゾッとしますね。確かに笑いたくもなくなる話です。帝国のお墨付きがある以上、俺にできることはせいぜい奴らの好きに振る舞わせてさっさと出て行ってもらうことだ。蛮族どもと勝手に交渉して適当に奴隷を買って出て行ってほしいのさ。見損なったぞ、お前がそんなこと言うなんて。なに、蛮族側だって蛮族同士の戦争で捕まえた捕虜だの、扱いに困った罪人だの、口減らしをするガキだなんてだ。そいつらを売り飛ばせば結構な数にはなる。お前がわめいたところで蛮族側にも奴隷を売りたがっているクズはいるってことさ。ああ、分かってる。うちらの部族にもいろんな奴がいる。でもお前はそういうのを少しでも減らしたかったんじゃないのか。どんな理由であれ仲間が奴隷に売られるのは悲しい。うちはそういうのが嫌だった。だから今までお前に協力してきた。蛮族と帝国で歩み寄れば少しはマシな世界ができるんじゃないかって。こんなの最悪じゃないか。最悪じゃない、最悪の一つ前ってところだな。何が違う。いいか、奴隷が一番多く生まれるのは何だ。戦争だ。あのクソ忌々しい奴隷商人どもは俺が協力しなきゃどうする。帝国は何したっていいっていうお墨付きを与えてるんだ。奴ら蛮族どもを挑発しまくってあっという間に全面戦争を起こしやがるぞ。そうなら俺がこの基地で細々とやったことなんか一瞬で灰だ。蛮族と帝国の共存の可能性なんか消えてなくなる。どうだ、ここまで聞いてお前ら笑ってられるか。状況は絶望的だ。最悪の事態を避けるためにクソったれな現実を受け入れるしかないだろう。あの商人の靴を舐めるしかない。違うか。違う違う、そうじゃない、そんなの間違ってる。辺境部族が知ってるサウルって男はそんな負け犬みたいなことはしなかった。バカ野郎、見損なったぞ。待って、アルティオ、話は終わってないでしょ。泣いちゃダメだよ。いいのですか。話を聞いた限りではあなたとアルティオは同じ理想を持ち協力し合ってきた仲間ではなかったのですか。仕方ないさ、怒りの矛先が俺の方に向いてくれれば厄介事も減るだろう。おっさん大人だな。兄貴って呼んでくれ、まだ若いつもりなんだ。だけど結局あの子の言ってることは正しいよ。君は結論を先送りにして逃げてるだけだ。なんだクソガキが、また生意気に説教でもするつもりか。そんなつもりはないよ、ただ事実を言っただけ。あいつらが奴隷を集めて帰っていったとしてもどうせまた次の奴隷商人がやってくる。彼らはさらに物の値段を釣り上げてたくさんの奴隷を要求するだろう。そんなことを続ければ蛮族たちの社会の秩序は乱れ
不満はどんどん高まって、やがては戦争になる。この基地の平和を失われ、君の試みは灰となって消える。俺は結局敗北する。ああ、分かってるぞ。だが俺は辺境の軍団長に過ぎない。負け戦を引き延ばすのが精一杯だ。他に何ができるって言うんだ。サウル、君はもう一度最初から考えるべきだと思う。何をだよ。君は誰に忠誠を誓っている？この栄えある神聖帝国にだ。帝国軍人であるとは、帝国に忠誠を誓うという意味だ。君の目的は？民間人を守ることだ。市民たちを守ることこそが帝国軍人の本分。あの奴隷商人たちも守るの？帝国市民かもしれないけど、ひどい連中だ。もちろんだ。あのアルティオって子は蛮族だけど、仲間が奴隷に売られることを悲しんでた。なんとかしてやめさせようとしてた。でも彼女は帝国市民でなく、君が守るべき民間人ではないってことだよね。むしろ憎むべき蛮族なんだ。君は本心からそう思ってるのか？それは。サウル、多分君は選ばないといけないんじゃないか。君にとって正しいものと正しくないものをきちんと分けて、君自身の戦いを始めるべき時に来てるんじゃないか。たとえそれが結果的に今までの君自身を否定することになったとしても。畜生、妙に腹の底に響きやがる。クソガキの薬、どうして俺はビビってんだ。お前一体何者なんだ？つい最近僕にも似たようなことがあったからね。君に届くとしたらそのせいだと思うよ。似たようなこと？まさかお前みたいなガキが帝国に立てついたっていうのか？とんだお笑い草だろ。そうかもね。とにかくもう一度アルティオと話し合ってみればどうかな。何かいい考えが浮かぶかもしれない。お前の言うことにも一理あるな。もう一度話し合ってもいいが、どうせ平行線だろうな。あいつも頑固だからな。アルティオ、待て、話は済んでおらん。あんな風に叫んでしまっては台無しですよ。殿方は絡め手で言うことを聞かせませんと。あいつは変わってしまったんだ。昔はあんなやつじゃなかったのに。あんなふぬけた犬みたいなことは言わなかった。あいつは狼みたいに強くて誇り高い戦士だった。あいつがいたからみんな帝国のことを信じてもいいと思ったのに。彼はそんなに変わってしまったのですか？昔のやつのことをよかったら聞かせてくれぬか？今はこの辺りも小競り合いしかないけど、10年前はそれはひどい戦いをしていたんだ。帝国の農民どもは開拓とか言いながら辺境の牧草地を勝手に畑に変え、どんどん居座った。奴らにとっては蛮族の土地なんか空き地と同じだからな。そのせいで辺境の部族たちは怒り狂い、連合して開拓者の村を襲った。全てを略奪してから皆殺しにし、村を焼き払った。その返礼に帝国軍は辺境部族の村を襲い、同じように
村人を皆殺しにして焼き払った。その後はずっと血で血を洗う戦いの繰り返し、部族連合が復讐し、帝国もさらにやり返す。そんな地獄みたいな日々がずっと続いてた。同じ人間同士なのに愚かなこと。復讐の連鎖というやつか。そんな頃、サウルが百人隊長として赴任してきた。本当にあいつは強く恐ろしかった。あいつの率いる部隊に単独で勝てた部族は一つもなかった。だけど戦闘に勝ったとしても、あいつの部隊だけは略奪をしなかった。戦士の戦いだけをした。降伏した者を殺さず、女子供を奴隷に売り飛ばすこともしなかった。それで辺境部族も一目置いた。奴が非戦闘員の虐殺を禁止し、捕虜交換の規則を提案した時も、奴だからこそ辺境部族たちは応じたんだ。それで戦争も幾分かはマシなものになった。その後も争いはやむことはなかったが、あいつは正々堂々と戦い続け、敵と味方の両方から信頼を勝ち取っていった。信じられないだろうが、あいつが軍団長となった時、辺境部族も祝いの品を送ったくらいだ。なるほどな。強くて公明正大な男だからこそ、帝国市民と蛮族が共存するような市場が開けたのだな。そうだ、奴が蛮族にも基地を開放し市場を開くと言った時、部族の者たちはさすがに驚いた。何かの罠かと思った。でも奴を信じて精一杯支えていくことに決めたんだ。そのおかげで市場は今まで存続してる。お互いの交流が進むにつれ、争いは減り、辺境は随分とマシな場所になった。だが奴はああなった。最近様子がおかしかったんだ。うちらを遠ざけて妙な連中と付き合うようになってた。まさか奴隷商人とつるんでるとは思わなかったけど、本当にひどい裏切りだ。許せない。いくらサウルがこの辺境の支配者のように振る舞っても、奴はお前たちの狼ではない。帝国に飼われた番犬だ。限界はある。たくさんの制約の中で彼なりに精一杯やっているとは思いますが。分かってる。頭で分かってても許せないんだ。せめて前もって相談してくれたら。ありのままを言ったらお前は許したか。いや、怒り狂っただろうな。裏切り者呼ばわりして聞く耳持たなかったと思う。少しは落ち着いたようですね。そうだな、あいつは精一杯やってる。思えば大人げないことをした。すまない、家に戻って頭を冷やしてくる。明日出直してきてもう一度サウルと話すつもりだ。そうだな、少し時間を置いた方がいい。わかった。じゃあな、また会おう。お気をつけて。またね。タルト、アルティオは？
頭を冷やしてくると言って帰った。明日出直してくるそうだ。それがいいね。一晩経てば落ち着いて話し合えるだろうし。これ以上こじれずにうまくいけばいいのですが。こんな問題さえなければお似合いの二人ですのにね。アルティオとサウルがうまくいきますようにって、カリス女神様にお祈りするよ。あらあら、恋愛成就は苦手分野なのですけど。同じく、それだけはうまくいかぬ。なんだ、頼りないな。軟弱な上に女心などさっぱり理解せぬ貴様にだけは言われとうないわ。それもそっか。さあ、みんな中に戻ろう。今日はもう遅い。サウルが宿舎を用意してくれたんだ。休めるうちに休んでおこう。ほう、武骨そうな男だったな。なかなか気が利くではないか。ではゆっくり休ませてもらおう。ねむねむの時間だね。ふーん、そういえばもうそんな時間でしたか。では続きは明日ということで。サウルの立場はわかる。だけどこのままごまかし続けたってどうにかなるのか。奴隷商人どもに取引をやめさせるにはどうしたら。何かあいつらを追っ払う方法はないのかな。全く思いつかない。明日もう一度話して。ん？なんだ？あの光は。あれは昼間の奴隷商人たちか。そういえば聞いたことある。月の出ない夜に開かれるという闇の市場を。そこでは表沙汰にはできないあらゆるものが取引されるとか。あれがそうか。見ちまったようだな、闇の市場を。昼間の小娘かよ。運にも神にも見捨てられたようだな。その声は。黙れ、おぞましい奴隷商人め。なんとでもいい。わしらが帝国を陰で支えてるのは変わらんよ。大量の奴隷が帝国の繁栄に必要なんだから。そんなの時代遅れだ。今でも通用すると思うな。そうだな、今じゃちょっと違ったものも扱ってる。ゴルメスっていう恐ろしく強い兵隊がいるんだがよ。そいつを作るためにはたくさんの奴隷がいるらしくてな。生きのいい奴隷で作るのが一番だが、結局は殺しちまうんで、そこそこ新しめの死体でもいいらしい。そういうわけで今夜は奴隷だけでなく死体も買い集め中でよ。せいぜい今夜も稼がせてもらうぜ。お前ら殺すために奴隷を買っていたのか。その上死者まで売買していたと言っているのか。まあそういうことだ。何度も言わせんなよ。そこまで腐っていたとは。帝国は死者まで冒涜して平気なのか。平気じゃねえよ。
少なくとも帝国の方には反してるからよ。裏でこっそりやらねえとな。これはさすがにここの軍団長にもバレるとまずい。ならば今すぐにでも明るみに出してやる。お前たちの非道な振る舞いは今日限りだ。バカなやつよ。わしらがどうしてゴルメスのことを教えてやったと思ってる。何？二度と返す気がないからに決まってるだろうが、闇の市場を見ておいてそのまま帰れると思っていたのか。畜生、貴様ら絶対に許さないからな。ふう、よく寝たぜ。もう昼過ぎだぞ。まったく、おめでたいやつ。気が緩んでおる。なんだよ。じゃあ経験豊富な監査官殿はきっちり仕事をこなしたってのかよ。抜かりはないわ。すでにこの基地のバルカ党員には接触を済ませておる。イスパニア出身者が多いですからね。バルカ党員もかなり混じっているんですよ。ふう。で、どうなの？仲間になってくれんの？サウル次第だな。兵たちもサウルに心酔していますからね。じゃあ、早くサウルを説得しようぜ。な、アミル。それに昨日の続きをアルティオと話し合うってのもやらないとな。そうしたいところだけど、サウルは朝から慌ただしく出かけていってね。それにアルティオもまだ来ない。何か揉め事が起こっているのでは。悪い予感がしますね。サウル様が戻られたぞ。いつでも出撃できる体制でお迎えしろ。噂をすれば戻ってきましたね。出迎えご苦労。今すぐの出撃はなくなった。各自装備の点検に戻ってくれ。はっ。監査団か。ちょうどいいところに。物々しいですね。何かありましたか？アルティオが部族の元に帰っていない。心当たりはないか？あれからしばらく話をして別れた。すぐにハミルが来たから、ちょうどお前たちの話が終わった頃だな。随分夜遅くだな。あいつの腕っぷしなら問題ないだろう。たかが蛮族の姉ちゃんじゃないか。どっかで野宿でもしてんだろ。たかがで済む問題ではないぞ。部族長が烈火のごとくを怒ってる。今朝方、部族連合が我々に宣戦布告をしてきた。宣戦布告？そんなまさか。実際に辺境部族も集結し始めている。急いでアルティオを取り戻さねば、明日にはここは戦場になる。なんだって？早く探さねえと。こんなところでのんびりしてる場合じゃねえぞ。蛮族の娘が行方不明になっていることを軽んじるつもりはありませんが、戦争にまで至る事情が分かりません。アルティオはそこまで重要人物なのですか？あれは族長の娘だ。この西部辺境において最大最強の部族、スエビ族の名。なんてことだ。少し見えてきたよ。
実はアルティオこそが帝国と蛮族の共存を目指す上でも最大の協力者だったんだね。そうだ、アルティオは俺がしようとしていた試みにずっと協力してくれた。彼女が族長の娘という立場で俺の後ろ盾になってくれたからこそ実現したことも多い。では彼女を失えば帝国と辺境部族の関係は最悪のものとなる。そこまでお前とアルティオの関係が重大なものとは思わなかった。なぜ昨日のうちに言わない。彼女の意思だった。どちらにしても族長の娘と知れ渡れば警備が困難になり自由に基地を訪ねることなどできなくなる。チッ、まったく、お偉いさんってものは面倒で窮屈なもんだな。要はアルティオが戻ってくりゃいいんだろ。どっちに行ったとか覚えてるやつはいないのかよ。どうでしたっけ、門を出て方角は確か北の方へ。もう少し東寄りじゃなかったか。もう分かんない、すごく怖かったし。今すごく暗かったと言ったか。どういうことだ。そりゃ夜は暗いのが当然だろう。うん、お月様が出ていなかったの。月が出ていない。ああそうか、そういうことか。昨日の夜に開かれていたのか。何か分かったのですか。監査団の方々よ、これからこの基地は臨戦態勢に入る。出ていくのなら今のうちだ。明日になっても残留しているようであれば戦時下の法にのっとりあなたたちを幕僚団に加える。レヌス軍団の一員として戦闘に参加してもらうこととなるから、そのつもりで。おい、いきなり何言ってんだ。なんで戦争の手伝いをしなきゃいけないんだよ。こやつはそうならぬうちに出て行けと言っておるのだ。アルティオの行方に目処がついたということですか。お前たちには何も答えるつもりはない。監査団にも答えられぬと。監査団といえど今は戦時下だ。軍団長である俺の判断と命令が優越する。なるほど、わかりました。ここはひとまず引き下がりましょう。我々は我々で今日一日アルティオの行方を探します。それで見つかればよし、見つからぬようであれば明日の夜明け前にここを退去します。勝手にするがいい。俺は忙しいからこれ以上お前らには構わない。兵ども、もたもたするな。装備の点検は済ませたか。刃を研ぎ鎧を磨いたか。できたものから城壁の補強に回るぞ。明るいうちが勝負だ。急げ、レルス軍団に勝利をもたらすために。はっ、レルス軍団に勝利と栄光あれ。すっかり夜も更けたな。結局アルティオは見つからなかった。明日の夜明け前には退去ということか。エネアデスが頑張ってくれたけど明日以降はもういられないだろうね。それ以上いると戦争に参加することになるか。いっそのことそうするか。お前がバルカ家の当主だと明かしてレヌス軍団を直接指揮すればどうだ。共に戦うことが信頼を得るためには一番いいと思うぞ。サウルに打ち明けて一緒に戦おうっていうわけ。
彼にも立場があるし、さすがにむちゃくちゃだと思うけど。でも、なんとなくだけど、サウルは僕たちにそれを望んでるような気もするな。なんだ、監査官殿、こんなところで相引きかい？お安くないね。何を言っておる、そんなやつめ。しかも酔っておるな。いや、門番と飲み比べをしててな、全員潰してやったぜ。これで心置きなく夜風に当たりに行けるってもんよ。明日は戦いだというのに大酒を食らっている場合か。うっせえよ。最後の酒ぐらい心置きなく飲ませろってんだ。昔は良かった。今思えば東部戦線が一番良かったぜ。あの頃は一兵卒だったが、全てが単純で純粋だった。命がけで突っ込んでくる蛮族を命がけで叩き切る、それだけでよかった。男と男、戦士と戦士だけの戦いだった。死はいつでもそこにあったが、女子供を巻き添えにすることはなかった。それがどうだ、この西部に来てから俺はようやく戦争の悲惨さに気づいたんだぜ。何があった？聞いてくれるのかい。もう10年も経つかな。百人隊長になって初めて駆けつけた戦場がよ、スエビ族の村だったんだ。先行した部隊の応援だった。張り切って行ったんだがよ、着いた頃には勝負はほとんど終わっててな。村は燃えてて、蛮族の死体があちこちに転がっていた。女も子供も見境なしに殺されて、死体の山ができてた。興奮した帝国兵たちは鬼みたいな形相で略奪を始めててな。本当、あれは生き地獄だった。俺たちは今さらどうすることもできなくて、かろうじてできたことといったら、わずかに生き残った蛮族のガキを保護して村の外へ逃がすくらいだった。今でもたまに夢に見るぜ。燃え盛る家の中で死んだ母親に取りすがって泣いてるガキの悲しそうな顔よ。さすがに何とかしようと思ってよ、今まで頑張ってきたが、結局残ったのは酔っ払いの親父一人ってわけさ。聞いてくれて感謝するぜ。さてと、夜風でも浴びてくるか。待て、どこへ行く？外でタチションに決まってんだろ。ジョーちゃんは見たいのか？うるさいバカ。じゃあそういうことで。たった一人で行くつもりか？彼女を取り戻すために。やはりバレてたか。な、民間人を守り保護するのが軍人の本分だ。帝国の方にはちょっと不備があるようだが、
俺の方では奴は十分民間人だからな。じゃあな、ハミル。後のことはよろしく頼むぜ。頼まれる気はないよ。そうだとも。お前を一人行かせて死なせるつもりはない。みんな、そうであろう。まさに軍人の鏡。痛く感服しましたぞ。やはり殿方とはこうあるべきですね。泣かせるじゃないか。手伝うぜ。事情は昼間の調査で把握しておりました。協力は惜しみません。一緒に歩きお姉ちゃんを取り返そう。参ったな。本当バカな連中だ。俺がいなくなりゃレヌス軍団なんか一瞬でお前たちについていったのに。何のことかな。俺はルスチャニアの出身だからな。近くのタルテトスには行ったことがあるぜ。あそこの紙を命令書に使っただろう。変だなと思ってたが、最初はさほど気にしてはなかった。でもまあ、こんなおせっかいな連中が帝国の監査団なわけがないってことはバカでもわかるだろう。だとしたら、うん、よく見たな。続きはいろんなことが片付いてからでよかろう。おおらかに見えて意外と細かいところに気づくおじさんですね。こう見えても小心者のお兄さんなんでな。じゃあ行くぜ。アルティオをさらった奴隷商人をぶっ飛ばしにな。よう、いい夜じゃねえか。儲かってるか。なんだ、ここは闇の市場だぜ。軍団長さん自らどんな用かな。明日は戦場になるというのに商売熱心なことだ。なあに、蛮族ともつながってるからよ。そこら辺は心得たもんよ。夜明けには畳むさ。それより用事は何だい。買い物かい。奴隷は、おっと、それを一番嫌ってる軍団長だったな。じゃあ仕事の疲れを癒す麻薬の類か。ムカつくやつを証拠なしに殺せる毒薬なんかもあるぜ。それとも黒魔術で呪いをかけるか。さあ、何が欲しい。お前たちが昨日さらった蛮族の娘がいるはずだ。あれを返してほしい。わしらに立てついたあの女か。あれはダメだ。なぜだ。事情ってやつをわしらも多少は理解してるからよ。戦争を起こせばたくさんの奴隷と死体が生まれる。わしらにとっては大儲けできる。むざむざ返すと思うか。やむをえん。やはり力づくか。いいのかい。わしらに盾つくってことは神聖帝国に逆らうってことだぜ。ゴルメスの製造は神聖教団の最優先命令となってる。死体の売買が表で禁止されていようが、この流れは止められないぜ。知ったことか。俺にとって貴様らは命をもてあそび死を汚す忌まわしい犯罪者に過ぎん。俺は軍人の本分を貫くまでだ。ふん、堅物が。長いものに巻かれてりゃいいものよ。者ども出会え。こいつら生きて返すな。
何、殺しても死体は金になる。僕たちも商品ってわけか。ゾッとするね。クソ、絶対死体にはならねえからな。遠慮することはねえよ。おお、そうだ、もう一人助っ人がいたな。さあ出てくるがいい。まさかお前は。お姉ちゃん、気をつけて、様子が変です。敵はどこだ。殺す、殺してやる。アルティオ、彼女に何をした。いい薬だろ。一時的に意識を混濁させて敵と味方を分からなくするのだ。見よアルティオ、あやつらは帝国軍、蛮族の憎き仇だ。存分に復讐するがいい。ああ、殺してやる、殺してやるとも。女め、奴隷商人め、許さん。こうなればアルティオとも戦うしかないか。ですが、殺してはなりません。蛮族との戦争が避けられなくなります。無傷でというわけには。彼女の回復にかけるしかありませんね。大丈夫、僕たちならできる。アルディオを助け、戦争も止めてみせるさ。オートモ、それができなきゃ帝国に勝つなんて夢のまた夢だよな。やってやるさ。